中央トンネル中央トンネル中央トンネルは、台湾平東県四市郷と台東県、辰人号を結ぶ台湾鉄路管理局、南ぐる線のトンネルである。南ぐる線の中央信号場、古省駅間にあり全長は8070メートルで、北ぐる線の新観音トンネルに次いで、台湾で2番目に長い山岳鉄道トンネルである。本トンネルは1984年3月15日に、 工事を開始して1990年12月24日に貫通した。中央山無役南側末端の茶流盆山を貫き、台湾の西部と東部を結んでいる。トンネルには一本の車高と二本の換気用の縦庫があり、完成まで6年9ヶ月が費やされた。中央トンネル西側出口は中央信号場に隣接している。元来の計画では単線トンネルであった。 しかし、列車密度が高くなった時にボトルネックとなる可能性があるために伏線トンネルに変更された。中央信号上、古省駅間は南巡る線で唯一の伏線区間である。トンネル内は完全な直線で西口から2パーミルの上り勾配で最高地点に至り、8パーミルの下り勾配で東口に至る。東口は、 サトリアス信号場予定地がありサトリアストンネルに隣接している。辰人行政区域図台湾航路工程台、ボリューム36、ナンバーワン1南、開鉄事項及び通社会翼。ありがとうございます。